まさかあっちにも断られちまったのか。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さて一応試験を受けるために休もうということで狩人の館行きましょうか。この母なしごめ、今なんて布団の中で試練に勝つ夢でも見るがいい。夢でしか勝てないからな。ああ、ここが宿舎。お前が見張りだし、トイレなのかと思ってた。このお前が言うことしたい。いいね。驚いたな。ついに荒野からお出ましか。母なし子の異端児だぞ。俺が投げた石でできた傷、まだ残ってるんだな。あれはいい思い出だぜ。ちょっと、みっともないんじゃない、バスト。もうやめときなよ。今ここでとどめ刺すのはありなのか。お前さっき、流れ者と話してただろう。まさかあっちにも断られちまったのか。お前ちょっと、あーくそー、倒せない。儀式の言葉知らなかったんだろう。はいはい、誰も聞いちゃいないが。そんなに相手してほしいのか。神の野良族の格好を真似したところで誰も騙されないぞ。ずっとそういう態度を取るつもり。ここにいる限りずっとだ、異端じめ。さっさとここから出てって野生に帰れ。試練に出る資格なんてお前にはない。あー、怖がってるって言いてえなあ。勝手見せる、かわいそうな人。誰かに嫌がらせすることでしか強くなれないとはな。無駄なあがきだ。ずっと訓練してきた。実力の差は明日確かめな。もう十分分かった。体は大きくなっても心はまだ幼い子供のままだということか。よくその傷をつけた時のことを思い出す。俺にはいい思い出だ。他の子供たちはお前を怪物みたいに怖がってた。でもどうせその部分だけは話さないで終わりだろ。俺は生き恥の烙印を押してやったんだ。そのおかげで私は強くなれた。見てろ、明日にはわかる。ああそうか、くだらないな。俺はお先に失礼するぜ。明日驚くのはお前だ、異端じめ。俺じゃない。試練中は黙る。それなら驚く。まあね、言葉もね。バーラ、うまいことあしらったわね。おとなしくするでしょ、明日の朝まではね。お前とは初めてか、アーロイだ。ああもちろん知ってる。競争相手よ。みんなほとんどが試練は終えるけれど、最後に勝つのはバスとかあなたか私、バーラよ。話せてよかったよ。そうだな、明日は私が勝つ。実際に勝利するまでは口にしないことね、アーロイ。母の教えよ。じゃあ悪いんだけれど私はもう寝るわ。明日あなたと勝負するとき万全の状態で挑むために。あなたの寝床はあそこよ。わかった、ありがとう。めちゃくちゃあれだね、人がいいっていうか聞き分けがいい感じだけど、どうなんだろうね。で、母の源での夜どうだった？野良族の家で寝るのは初めて？みんな一緒なの。不快だ。心地いい、悪くない。魅力はあると思う。快適よ、一員になれば。そうなのか。あなたも居場所が見つかる、必ず。休みましょう。なんかアーロイはラスアスのエリーみたいな感じもするね、あの強い感じがね。
義勇兵、戦闘準備だ。どうしたら貴様はここから消えてくれる。グレイザーだ。ほう。雪だ。ここはこれ以上暖かくはならないな。画面が見えますね。よし、ゲッチュー。証が粉々だな、異端締め。もう一つ取ってこいよ。余裕。そんなん余裕、簡単取ってきてやるよ。よし、もう一度。よし、急げ、早く。はい、追いつかないと。ひどい奴らやの。追いつかないと。さて、どうやって追いつく。ほら、そう焦るな、たどり着けばいいんだ。一人足りないな、異端児はどこだ。後ろにいたのに。見かけ倒しか。邪魔し。邪魔しといて。おい、しんがりだぞ。もう歩いていったらどうだ。バズとかバーラが勝つ。たどり着ければ義勇兵にはなれるんだ。おいおい、そりゃ古い小道だ。去年は二人も死んだ。崩れかけてる。死んじまうよりビリになる方がマシだろう。おい、これお前、ちょっと待て、気を助けか。お前死んじまうぞ。さっちは危険なんだ。行くなんて正気じゃない。おい待て、今は進むしかない。どうしても負けれない時あるからね。行くぞ。上、上か今の。いやー、上か。なんかあった？勢いよく出たいけど、勢いよくそのまま行ったしな。急がないと。おい、戦闘は誰？よく見えない。バスト君、後ろはパーラ。さあ行くぞ。おい、早く急がないと。止まっちゃダメ。リタクだ。道、おい、正気か。よし、この調子。見ろ、そうそうそう、リタクが追いついてきたぞ。うい、やった。さあ行こう、ほら急いで。さあ急ぎ。イニシエの道の方が距離近いのかな。このために訓練してきた。その通り。負けるもんか。野生で鍛えたんだ。正確さが足りない。完璧にやらないと。じゃこれ上。ほいほいほい、すげえな。これだけでもだいぶ身体能力高いよね。できるはず。そんなのなしだ。異端児はずるした。異端児が勝利しただと。いいや、そのものは今や義勇兵だ。やったね。みなそうだ。戦利品を祭壇に置きさえすればな。勝者はアーロイ、異端児は今や義勇兵となった。
一番でたどり着いてな。動きを封じておけ。ここにいたら死んでしまうわ。でもこれじゃ逃げられない。殺せばもう撃てない。かく乱して私が狙う。バスト、バスト、あんた来るの？ああ行くよ。行こう。さあ奴らを殺すんだ。やべえ状態になったな。配信戦あるんだね。もう無理だ。そうなると見えねえよ。見えねえよ。重なって抑えられない。もうやる母よ。奴らを倒すんだ。作っといて殺すんだ。強すぎる。いた。止められない。よし、オッケー。早くみんなワイヤーに向かって。全員殺せ。目撃者も生存者も残すな。目を覚ましたか。嘘だ、まだ来るぞ。これじゃキリがない。何人いるんだ。通常の矢に変えて、よい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 えーと、所持品、大量持ってんのか。おいなる母よ。いた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 。待て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 。殺すんだ。待て待て。何人いるんだ。奴らを殺すんだ。強すぎる。止められない。長屋に帰って奴らを倒すんだ。数が多い。おい、もう無理だ。いるんだけどな、意外と遠いんだよな。熱い熱い。いや、切る。ちょ瞬間移動しやがって。数が多い。シャドウの攻撃を受け。
はあ、強いね。よし、今のうちに下に降りるよ。やばい。俺か。そしたら、よし、回復を使いたい。切れない。痛い、マジで痛い。道的に、いや倒すしかダメか。意外と当たんねえな。これから任務に戻れ。承知しました。
生きるんだ。いや、嘘でしょ。ここから出ないと。フォーカスはどこ？ロストが私を。そうか。手遅れになる前に助けられたのか。でも誰もいないな。ここは。いやー、ロスト死ぬのか。ちょっとスキル取りますか。あ、使用できないんだ。私の服、よし。フォーカスはどこ？あった、よし。ここは母なる山の中にいるのか。でも入れるのは長老だけのはず。そうだよね。しかも母の近くにって言ってたから、多分関連性があるんだろうけど。あの壊れたフォーカスもないぞ。あ、確かにね。襲撃者はどこに行った？こっちは何もない。アイテムメニュー開けないんだよね。早く探さなきゃ。じゃあ特にないから奥に行こうか。でもさ、その奥に来るってなったら、なんで文明使ってんのっていう感じになるよね。ここ子供の子あった。他のものもありそうだ。あった。
闘をやめ、直ちに任務遂行地へ向かえ。ノラの野蛮人とは接触を避けろ。だがもし見られたら皆殺しにせよ。標的の画像もある。失敗は認め。標的の画像。みんなと一緒にするな。急いで、もう行く。 ID をスキャンします。ヘッドではなくて私の話を聞いてちょうだい。これはどこ、いつ。あなたは母さん。場所です。で、私が生まれたとでも。山の中で。その面で確かめなさい。はあ、特殊な人間だったのか。まさか母親も出てくると思わなかったけど。じゃあロストは知ってたのかな。ティルサ様も知ってる感じだよね、こうだとね。なぜ私をここへ。死ぬ寸前だったでしょ。母のそばで死ぬのは尊いこと。ランスらはならぬと。でもジェザーが賛同。2対1で多数決で勝ちと。ここに私の母が。これから会うのか。そう単純なことではない。ついてきなさい。まあ知る権利があるっていうところだろうね。あの、私と母は似てるのか。髪は短い。似ているも何も。そなたは人から生まれたのではない。この山こそが母。山？それは一体どういう意味だ。来なさい。ここは何なんだ。ここは女神の間。大いなる母が鉄の悪魔を撃った場所。そなたが生まれた場所。アーロイ、試練での虐殺は最悪の始まりに過ぎない。襲撃者を追った義勇団が虐殺されたのです。私の生まれたどう関係が。そなたにかけている。ここでそなたを見つけました。泣き声が聞こえ、見に来たらそなたがいた。ただ寝てたのか。ええ。つまり扉の奥から来た。私はずっとそう信じてきました。そなたは山の中から来たと。大いなる母からの贈り物。でも皆はランスラのように闇の力が連れてきたと恐れ、そなたは呪いだと。でもこれは女神じゃない。アーロイ、扉だろ。中に人がいる。母さん。ああ。ID をスキャンします。女神が喋った。あの女の人とそっくり。エラー、
アルファレジストリの破損、 ID の確認に失敗しました。嘘だ、入室拒否。そんな嘘だ。お願い、アロイよ、大いなる母が呼びかけたのです。聞いていなかったのか。私だと分かっていなかった。それは汚れのせいです。女神からのお告げですよ。この汚れさえ癒すことができれば必ずやお分かりになる。じゃあどうしろというんだ。そなたが見たという髪の短い女性、彼女に似てるから私が襲われた。到底かなう相手ではなかった。他に手がかりはないのですか。オーリン、流れ者の一人だ。試練の前夜にいた。襲撃者はあいつから情報を。メリディアにいる。ならば聖地を出なければいけません。私はずっと異端児だった。追放すればいい。し、他に方法が。さ、それならうまくいく。え、意外と悪知恵が働くね。どうして。試練での大虐殺の後、義勇団が襲撃者の後を追いましたが、戻ったのは半数以下。でもさ、機械扱ってたから先進国的な感じだよね。彼らは機械を使っている。機械を操る力を持っているようで、汚れで凶暴化させています。逃げられたのか。ええ、それに対する長老たちの答えは懺悔を歌い、大いなる母の慈悲をただ乞うことだけ。大いなる母に見捨てられたかのように。それじゃあなたは。そなたをここに連れてくること、生まれた場所を教え、大いなる母がそなたに託した運命のままに生きさせること。まあ、このままでは終われないんだろうね。話は私が。それでは。ええ、見せました。皆さん、女神がアーロイにお告げを。はびこる汚れを打ち払えと。だが一体どうやって。聖なる地を越えて旅をするのです。死者か。女神のお告げなら従おう。こんな小娘を天命の使者に任ずるだと。ランスラ、お願い。ランスラ、協力を。し、これはお主らの罪となる。死者にすればこやつは二度と戻らぬだろう。アーロイ、女神様の福音によりそなたを野良族の天命の使者として任ずる。その聖なる務めを妨げられる者はいない。大いなる母のご加護と御心を忠実であれ。歌の準備をしよう。我らの希望をそなたに。死者とは何なんだ。そなたです。これがその証。困難が訪れた時、大長老は天命の使者を任ずる。大いなる目的のために旅する義勇兵です。目的がどこへ使者を導こうとも、この聖地の境界を越えるとしても。そうです。そして務めを果たすか、急務があれば戻ってこられます。
他にも死者はいたのか。いました、数人が。その多くは旅立ってから行方知れず。ロストも死者だった？いえ、死者ではありません。何を隠してる。今話すことではない。また別の機会に。はあ、ロストは何かあるんだね。多くの人が苦しんだ。私に何かできることは。一番肝心なのは、大いなる母がそなたに託した運命を生き抜くこと。それがどういうことか私にはわからない。見つけるのです。もしそれが部族を助けることでもあるとあなたが感じたのなら、そうしてほしい。きっと安息の地で困っている人々にも出会うでしょう。襲撃者を追うために義勇団を送ったんだろう。ええ、でも奇襲を受けました。戻ったのは数人。彼らも怪我をしている。連中の行方は。さあ、バールに聞くといい。安息の門にいる義勇兵です。彼は奇襲を生き抜いた。会ってみなさい。ほい、じゃあもう行くよ。そろそろ行かないと。まずは安息の門に向かうといいでしょう。バールに会ってメリディアンへと導くはず。ノラ族が旅を阻もうとしたら、死者であることを示しなさい。そうする。ありがとう、ティルさん。いろいろと。大いなる母のご加護がありますように。ノラの子らよ、間もなく始めよ。心を清めよ。我らにこのような苦しみをもたらした罪に許しを請うのだ。これでしばらくは匂いが洗い流される。長老たちの祈りに続いて己の祈りを捧げよ。大いなる母よ、弱さを許してください。いや、絶望的やね。ロストがまさか死ぬとは思わなかったけど、あれ分かってて、じゃあロストはっていうことかな。彼女のおかげで多くの命が助かったな。誰、あ、俺のこと。もうちょい感謝してくれてもいいと思うけどね。まあでも、まさかバーラもいなくなるとは思わなかったね。いじめっ子はもうどうぞどうぞって感じだったけど。とりあえず回収だけしといて。はい、あとはメガネ、どうか歌をお聴きください。焚き火。回収だけしっかりしときたい。まあでも強かったね、普通に人ね。対人はやっぱ的がなお難しいって感じだったかな。でも精神集中のジャンプは本当使えるね。テブ、大いなる母のおかげだ。生きてたか。嫌な噂はあったけど、こうやって実際君を見るまでは信じられなかった。君が無事で何よりだ。僕が作った防具もつけてくれてるんだね。嬉しいよ。噂。どんな噂を聞いたんだ。君が大怪我をして死にそうだって。それで大長老のティルサ様が君を大いなる母の中で治すよう言ったって。騒ぎになったよ。山には長老しか入れないんだからね。でも君ならふさわしい。生き残った人がみんなに話して聞かせてた。君が守ってくれたって。いや、みんな共に戦っていた。ああ、バストとバーラーもそうだったらしいね。それとロスト、育ての親だ。でも私を助けるために死んだんだ。彼のことは聞かなかったな。でも覚えてる。
助けてくれた。あの日のこと、僕の父さんが怒鳴った時、彼が君をかばっていたね。君を救うために命を落としたのなら本望だったろうな。門を開けないと。外がどれほど危険か本当に分かってるのかい？通らないとならない。壁の上にいるレッシュと話してみな。新しい団長さ。でも手を貸さないかも。レッシュは手を貸さないだと。だってあいつは君をバカにしてる。私が母なしの呪われた子で異端児ってだね。あいつが団長だなんて嫌だけど、戦いでソナが行方不明で、彼女は一人きりで襲撃者の後を追ったらしいよ。ソナ義勇団の団長だよ。でも義勇団が襲われてから行方不明だ。母の源で見かけただろう。長身で浅黒い肌で白い髪の女性だ。娘が試練に参加したけど亡くなった。バーランのことか。ああ、そうさ。いい子だった。そうだな。バーラはね、人としてかなりできてからね。安息の地が危ないのか。まだ襲撃者が。いや、もういないよ。義勇団が後を追ったんだ。でも帰り討ちにされた。奴らは機械に汚れを与えて邪悪な力で操る。機械を味方につけて戦うんだ。その汚れた機械が安息の地にいるのか。突破した機械もいる。聞いた話だと安息の地の外の方がひどいって。なあいいか、今は旅なんかできないんだ。そうか。弓と槍を持って何をするつもりだ。お前は法政士だろ。多くの義勇兵が亡くなったか怪我をしてしまった。でも母の眼差しは守らないと。なら僕がって。僕なら平気さ。義勇の小道さえ通らなければ問題ないだろ。まあね、動きは良かったからね。私はそろそろ行く。気をつけてアーロイ。さあ行こう。異端児が来た。まだ行ってんのかお前。報告の続きを。どうやら安息の地に悪魔がいるという噂がある。触れた機械を汚す黒い鉄だ。どこから来たんだ。安息の門を突破したと報告。誰からだ。バールとその部下、彼らは止めようと。あ、外にあるんだね。門を守るとは愚かな奴だ。母の眼差しこそ死守すべき場所なのに。母の源から8つの集団が帝国に加わり、さらに増える見込みです。よし、真の野良族ならば歌わずにはおれん。門を開けてくれないか。はあ、こいつか。中が異端児ごときの頼みだ。俺の知ったことか。私は死者に任命された。私は死者に任命された。門を開けろ。貴様が死者だと。大長老たちは正気じゃないな。そもそも異端児を試練に出させるなど、しかも母なる山に運んで傷まで癒しただと。呪われるのも当然だろうな。子供が次々と死んでいくわけだ。死者を冒涜する気か。なんて薄情な奴なんだ。彼らは私と共に戦い、手を取り合い、背中を任せ、そして死んでいった。もし一人でも真の野良族がいたら、貴様は容赦なく殺されていたさ。レッシュ、よさないか。黙れ。俺は団長だぞ。そして私は大長老が任命した死者だ。門を開けるんだな。そしたら消えてやる。今すぐにこの地から立ち去るんだな。今のは。うわー、やばそう。
女神様、どうなっているんだ。操っている。せいにするの好きだな あいつは。すぐやれば位置につかないと。さあ来るぞ。攻撃。おい、ストライダーが凶暴化してるぞ。そうなるとはい、痛い。わけわかんねえぞ。もうあとは上、痛いねそれ。そしたらはい、痛いって痛いってそれ。いやーちょっと弓構えてくれ、しっかり。
れなかなか外れないね。いや襲撃者の増援にこいつがいた。手がかりがあるはず。やつらを従わせた。どうやって？これでやったのか。あ、フォーカスに繋がってる。じゃあこれでできるのかも。ワイヤーを巻いて止められそう。あとは試すだけ。アロエ、一体どうやったの？心臓を抜き取ってあの悪魔を倒したんだぞ。他の機械を操る方法多分分かったかも。でも機械で試さないと。安息の門に行く途中にストライダーがいっぱいいると思うけど。その通り。どちらにしろ門に向かうわけだし、バールに会わないと。他の奴らとは違うと思ってたけど。けど、なんだ。君は大いなる母の恵みだ。レッシが何と言おうと。ありがとう。でももう行かないと。分かってるよ。君も気をつけてね。さあ、なんとか倒せたけど。一刻も早くあの門を修復するんだ。体を巻いてでも何でもいい。早く直せ。強すぎんだよな、弱点つけなかった時ね。結果罠かかんないし。いや強えな。雪の寒さでうずく。これはあれだね、サブクエもそれなりにしっかりしないと武器的にもなかなか辛いなってところだね。よし、回収は OK。 いやー痛かったなー、それにしても。はい、ということでちょっとね長めになってるかもしれないんですけど、4話目はここにて終了となります。まあやっとこれで、外の世界に行けるっぽいんで、なんとかね外の世界行って楽しみたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃん、まったねー。